硬い表面床またはベッドの上に横になります体の上に毛布をかぶせて温かく完全にリラックスしていることを確かめてください頭を少しだけ開けたければそうしてください体に沿って手のひらを上に向け 練習中は体を対象に保ち完全に静止します。このヨガニドラ練習では五角形の星のシンボルを使用して体の各部分に意識を動かします。明るい金色の暖かく優しい愛の光を想像しながら 五角の星のシンボルを体の各部分に持っていきましょう。以下の部位に意識をもたらしてください。右手の親指、人差し指、中指、薬指、 小指、手のひら手の甲手首前腕肘上腕肩腰の右側 腰、太もも膝下肢、足首かかと足の裏足の甲。 右足の親指右足指2番目3番目4番目5番目体全体に五角形の星の焦点を維持しながら左手に意識を持っていきます。 左手の親指人差し指中指薬指小指手のひら手の甲手首前腕 肘、上腕肩腰の左側腰太もも膝腰足首 かかと。足の裏。足の甲。左足の親指。左足指二番目。三番目。四番目。五番目。 頭の上に動く頭の上に額右眉左眉眉と眉の間右のこめかみ左のこめかみ右耳 左耳右頬左頬右目左目鼻の筋鼻の先右鼻行左鼻行上唇 下唇歯下顎首右肋骨左肋骨 心臓の中心、上腹部、おへその中心、下腹部、骨盤、体の背中側、背中側に移動します。 右お尻左お尻腰背中背中上部、背骨全体首の後ろ頭の後ろ 体の右側体の右側に意識を持っていきます体の左側体の左側体の前体の前への意識体の後ろ 体の後ろに注意を向けてください。そして今、全身、全身に意識を向けてください。体全体が五活性のシンボルで覆われているので、光が非常に明るく輝き、トーン、暖かさ、深さ、 明るさが増します。ご覚醒の癒しのエネルギーを感じてください。人体とその完璧な形の統一を想像しています。まるであなたの体が夜空の風景で なりあなたの体の五角性が、薬運の全体を取らしている、唯一の発光体であるかのように、あなたの体全体を五角性で覆われるようにします。ゆっくりと注意を体に戻し、息を吐くことと息を吐き出すことに焦点を当て、 息を深め、内側から外側に目を覚ましていきます。ゆっくりと指先、爪、つま先、手首、足首を動かし始めます。準備ができたら、足を地面に置き、 腕を頭の上に持ち上げ、ストレッチして、このような安心感を一日にもたらします。あらゆる状況で、あなたは最も明るい星になることも選択できます。どの部屋でも最も明るい発光体、素敵な一日を お過ごしください。